拓也の着物着方教室、さくまです。今回は半幅帯を使って蝶々結んでみようと思います。この蝶々、動画のタイトルを見てくださった時に蝶々って書いてなかったなって思われた方、今日の蝶々はひらがなでテフテフと書いて蝶々と読んでいただこうと思っています。ひらがなでテフテフと書くと、いかにも蝶々が羽ばたいてる、ふわふわと飛んでるっていうイメージじゃないでしょうか。この蝶々の形はこのような形ですよ。今日の蝶々は少し小ぶりに背中に飛ばしてみました。帯の長さによっては大きく作ってもらっても素敵ですけども、今日のような紬の置物や小紋の置物、あまりね、華やかにしすぎたくないわっていう時は、この蝶々、小ぶりに作っていただいても十分に個性的な結び方ですよ。この個性的な結び方を作っているのは、お気楽屋のオリジナルコンビネーションの三重仮紐です。お羽も手先で取るのではなく、垂れ先をね、うまく使ってお羽作っています。ですので、すごく長い半幅帯を使ってるというね、結び方ではないんですね。皆さんお持ちの中の一番長い半幅帯で、ぜひチャレンジしてみてください。この後の実践編見ていただければ、どなたにでもこの蝶々、背中にふわふわと飛ばしていただくことできると思いますよ。ぜひチャレンジしてみてくださいね。この後の実践編、一緒に見て、結んでみてください。必ず結べますよ。それでは蝶々結んでまいります。使うものをご説明していきます。帯板はいつも通り後ろまで続いている前結び用の帯板です。この前結び用の帯板を使うことで脇まで綺麗ですし、この上を帯が回っていってくれますよ。手の代わりのクリップ一つです。帯板の中心に留めておきましょう。今日の蝶々、身幅にもよりますけども、今日私が使う半幅帯は3m80cm、 あまり短いものだとお羽を取るときに難しくなりますので、少し余裕を持った長さのものを使ってみてください。その方が失敗なくできると思います。蝶々の形を作るのには、お気楽屋のオリジナルのコンビネーションの三重仮紐です。今日は半幅帯で形作っていきますよね。ということは、帯の真ん中の部分、半幅ですから少し手前ですよね。どうしても通常の三重仮紐を使うと、脇のとこ出るのが気になるわって言われる方、一回ね、このコンビネーション使われてみてください。そんな心配がなくなりますよ。最後、帯締めで垂れを固定していきます。今日はね、少し垂れ先作っていきますよ。では、蝶々結んでまいります。帯板の中心にはクリップ一つです。手先の長さです。右腕で基本の 55cm、 前に持ってきたら右手も一緒に押さえておきましょう。ここから軽く二手を足していきますよ。足したとこを真ん中のクリップです。手先折り上げて右の肩に預けておきましょう。前を押さえておいて、左手はお袖を扱って、左手で背中まで、右手で迎えに行って、その場で回ってください。もうここは帯を巻こうとせずに、自分がその場で回るということを考えていただくと、体に自然に帯が巻きついてくれます。1回目の引き締めです。折り上げた手先の外側を右手、左手は帯の上そのまま持って、じわっと空気を抜いていきましょう。帯は2周巻き、もう一度その場で回っていきます。2回目の引き締めは手が変わりますよ。右手は帯の下、帯を手にかぶせておきましょう。左手は指先で帯の下線確認しながら背中までです。後ろに行ったら帯は2枚ありますので、内側の1枚はつまんでおきましょう。
右手脇に開いてじわっと空気を抜いていきます。左脇まで沿わせてきたら手先を下ろします。真ん中のクリップ、ここで見えてきますよ。右手で取って右脇下を止めておきましょう。このクリップすごく便利です。ここで止めたらもう両手を離して大丈夫なんです。これね、すごくポイント高いですよ。手先を左脇に移動したら裏返し、元のとこ全部きれいに広げましょう。両手が前に出ていって左から上に重ねて半分折り、折り切れないとこは帯板と帯の間に返しておきます。今日の蝶々、手先結びです。クリップのとこから中心に向けて1回折り上げ、内側にこのような斜めの線ができてるはずですよ。見てみてください。ありますよね。この線を利用してもう一度くるんと折り上げましょう。脇のたるみがなくなって、体の中心で帯の一番高いとこが来るようになります。手先を上に重ねたら一結びです。横にじわっと締めたら、右手に持ってる手先まっすぐ立てておきます。こうすることで結び目が安定してくれます。コンビネーション、ここで登場しますよ。手先を少し扱っておいて後ろで仮結びしておきます。後で結び直しますけども、これもズルズルに緩いと形が作りづらいですから、後ろでねちょっとしっかりと結んでおきましょう。手先上げておきますよ。下に残ってるのはタレになります。タレを半分折りにしてタレ先まで行きましょう。ここでだいたい一手半ぐらいのお羽作っていきます。折り返します。先っちょから折り返してお羽を作っていきましょう。このお羽を三重仮紐のまず左側1本目、はい、下から入れます。はい、ふさがついてる方、これふさなくってもいいですよ。今日私のはふさがついてるということです。はい、反対側、今度は真ん中です。1、2、真ん中のゴムに下から入れましょう。真ん中でゴムがバッテン印、バッテン印になってれば成功です。バッテンになってないなという時はゴムの取り方を間違えてることがありますので、もう一度抜いてやってみてください。最初一番外、次が真ん中、下から下から入れていきますよ。はい、残り、このように輪になってますよね。はい、この輪の部分も半分折りのままです。はい、振り分けましょう。右は右、左は左のように振り分けて同じとこに入れていきましょう。左も下から、だいぶなんか蝶々になってきましたよね。はい、反対も下から。今日はちょっと可愛く小ぶりに作ってますよ。今下から下から入れても真ん中のバッテン掛けは変わりませんよ。バッテンのままです。はい、ここでバランス見てください。下のお羽、下に向け、上のお羽の長さもほら、ここで調整できますよ。今日私のはフサがありますから、フサを長さに入れて均等にしていきましょう。はい、そしたらこれ全部長さが動いて下のお羽がちょっと長くなってくる。帯は1本だけですからね、全部どこかに通じてますよ。はい、そしたら手先です。下ろしたら真ん中キュッと広げるだけです。上の線をきれいに広げておきましょう。もうここでクリップ使わないので取っておきます。はい、ここで帯締めです。タレを今日は作っていきますよ。ポイントがあるときはポイントが右側に。ここでこの余りの長さは帯の長さ、胴に巻く長さによってちょっとずつ変わってきますよね。ですからここは調整をしておいてください。
長く余った方は中に巻き込んでいただいても大丈夫です。私はちょうど今日は良さげな長さ、このまま行きますよ。垂れ先作って後ろで仮結びです。1回結んで必ず右と左を持ち替えて差し込んでおきましょう。こうすることで緩みづらくなってきますよ。はい、ここでもう一度バランス見ていきます。全体のバランスどうかな、確認をしていきましょう。はい、そしたらクリップ取れたことを確認して回していきます。左脇、帯板は回さないんです。先ほどもご説明したように帯板の上を帯がくるくると回ってくれます。そうすることで襟元が崩れにくくなってるんですね。帯板が動いてしまうとやはり着物の襟元が崩れてしまいます。はい、コンビネーション結び直していきましょう。ここですよね、脇のとこ、ほら見えないんですよね。三重仮紐の時どうしてもこの辺気になる時ありますよね。ちょっと覗いてるわ、誰かに入れてもらいたい時あります。コンビネーションはそんなことがないので安心です。そして胸元、華やかに演出ができますよね。帯揚げの代わりもしてくれますよ。はい、ちょっと置いておく。余ったとこは中に入れておきましょう。要の幅も綺麗に出来上がっています。はい、帯締めです。先ほど入れた時にポイントは右側に入れましたので、回した時にはちゃんとポイントが左側、左上位になってますよ。今日は藤結び2回2回丸くけですのでね、ちょっと華やかにしてみました。はい、最後はおはしょりの空気を抜いていきましょう。中心、出方、これで蝶々出来上がりです。帯の長さによっては後ろの蝶々のお羽長く作って大きく作ってくださってもまた華やかになると思います。今日は少し小ぶりにですけども、紬の着物に合いますよね。ぜひ皆さんも結んでみてくださいね。蝶々のように羽ばたきませんか。お気楽屋の着物着方教室でした。